朝シャワーを絶対浴びることはワールドツアーですね。僕がなかなか自分から行けない派ですね。だから多分肉食系を選んだのかもしれないですね。25 questions。パズマ派、朝シャワーを絶対浴びること、そうですね、デビュー3周年を迎えたこと、はい、愛、そうですね、昨年グループとして活動したメンバーと遊ぶ、卵かけご飯、空手できます。クランクアップの日に、ブルームメンバーと撮った写真、目、家族、大勢ですかね。エアポッツ、アニュアセヨ、愛したい派ですね。ワールドツアーですね。ファンの皆さんですか。なんだ、Just feeling, just feeling, I can wait。 はい、センスあるね、ですかね。Twitter の投稿を3回間違えたことですかね。人参、なんかちっちゃい頃から、いや、その今までもちょっとセロリとかも結構苦手だったりとかしたんですけど、なんかそれ食べれるようになって、でも人参は本当に唯一こうこの年になっても苦手意識があるというか、なんか煮てたりとかすると食べれるんですけど、いわゆるもう生っぽく食べるのとか、大きければ大きいほどダメですね。サラダにこうスライスしないっていうのはギリってます。愛犬ですかね。どっちかって言ったら肉食系なのかもしれないですね。そうですね、僕がなかなか自分からいけない派ですね。だから多分肉食系を選んだのかもしれないですね。嫉妬します。どれぐらいなんか賢い優しいとか。そうですね。まあかっこいいはでも確実に嫉妬しちゃうかもしれないですね。なんかまあね、優しいとかはまあねですけど、かっこいいはちょっとうんって思っちゃうかもしれないですね。声フェチかもしれないです。最後、記憶力。はい、そうですね。いや、普段僕からはあまり言わないような、こう、草食系が好きですか、肉食系が好きですかみたいな質問あったりだとか、こう、なんですかね、改めてこう自分でもこう気づくようなこともあったりして、すごく楽しかったですし、よりこう僕のことを知っていただけたら嬉しいなって思います。はい。以上、25 questions でした。バイバイ。